1935年、テキサス州、ストラトフォードに接近する、ダストストームグレートプレーンズダストボールは、1931年から1939年に、かけ、アメリカ中西部の大平原地帯で、断続的に発生した砂嵐である。環境を無視した、高地化を原因とする、天災というよりは人災に近い現象である。アメリカ中部の大平原地帯は、 白人の入植以前は一面の大草原であった。大平原にやってきた白人農民は作物を植えるため表土を抑えていた草を突き込みによって剥ぎ取り地表露出させた。地表は直射日光にさらされ乾燥して土ぼこりになりドライダウンバーストのような強い風が吹くと空中に舞い上がり土ぼこりの巨大な黒雲となった。 雲ははるばる、シカ後の空まで届いて空を真っ黒く覆い、吹き飛ばされた氷土の大部分は大西洋へ吹き流されて、完全に失われた。1933年11月11日、強大なダストストームが乾燥したサウスダコタ州の農地から氷土を剥がし、同年で最悪のダストストームとなった。1934年5月11日、ダストボールの嵐の中でも、 最悪の二日にわたる強大なダストストームが、グレートプレーンズから大量の氷土を取り除いた。土ぼこりでできた雲によって遥か遠くのシカゴでは、土のゴミが雪のように降り、一人当たり四ポンドものほこりが空から落ちてきた。数日後、同じ嵐はさらに東のバッファロー、ボストン、ニューヨークシティ、ワシントン DC に到達し、その年の冬には、 ニューイングランドで赤い雪が降ったという。1935年4月14日は黒い日曜日とも呼ばれ、ダストボールの期間を通じて最悪の黒い吹雪が20回も発生して広い範囲に災害をもたらし、昼を夜のようにした。目撃者によれば5フィート前が真っ暗で見えなかったという。フランクリン・ルーズベルト大統領が就任して最初の100日間で、 アメリカ合衆国政府は自然環境のバランスを修復する政府のプログラムを実施し土壌保護局を設立した。SCS は後の1994年に自然資源保護局として開組された。世界恐慌に加えてこの災害の被害を受けたことでテキサス州、アーカンソー州、オクラホマ州などグレートプレーンズでは多くの土地で農業が崩壊し農家は 理能を余儀なくされた。350万人が移住し、多くは職を探しに、カリフォルニア州などの西部へ移住した。移住は非常に大規模であった。オクラホマ州では15%の人口がカリフォルニア州だけではなく、テキサス州、カンザス州、ニューメキシコ州へ移住した。オクラホマ州からの移住者である彼らは少なくとも30万から40万人と見積もられる。 彼らは大きいと呼ばれ、この故障は現在でもまだ軽蔑的なニュアンスで使用される。人材は現代の写真家、ミュージシャン、および作家によって記録された。写真家のドロシアラングは FSA プロジェクトの写真家として働いている間、フィルムに砂嵐の影響を収めて有名になった。フォークシンガーのウディガスリート小説家のジョン・スタインベックのような芸術家は、 共にダストボールの時期の生活の描写で有名になった。ダストボールによる濃厚の危機は映画インターステラーのインスピレーションの源にもなったとも言われる。ありがとうございます。